柴崎大和を演じました高橋也です僕はもうね誇りだったり砂だったり、ね、もうね、はい、全身こう砂まみれになって誇りまみれになってこうアクションやって本当にこうなるべく力をこう抜かないようにやろうとこう龍馬さんが言ってくださって僕も本当にうーんとやってるのでぜひそういうふうにこうあの映像からあふれ出るこうアクションの迫力っていうのをちょっとぜひ楽しんでいただきたいかなと思いますやっぱり今回フ也く君と一緒にすごく 感情のバトルをすするんですねで彼らがどうしてぶつかり合うのかっていうのはすごく冒頭からしっかり描かれてますし今回、僕がこの劇場版で最後のゴールを切るには彼の力が必要だったのでなんか、ね、たまたまそういう一緒に風呂入ったりとか、はい、そういうコミュニケーションが取れたのはすごく撮影中はなんか一個の、ね、起爆剤になったというかそうですね、はい、うまいことまとめといた。 高橋さんも実際に今お風呂って結構酢、ね、が出たりだとか、はい、いろんな話すると思いますけどそのあたりの記憶どうですかまあお芝居の話をたくさんさせていただいてありがたかったですねすみません一回ちょっと外れてもいいですかもちろんですもちろんです大丈夫か さて誰から誰にしますか。とりあえず須賀健太しておきますか。あとあれですね。僕の衣装の今日のポイントなんですけどお願いします。ここあのゴーレムに引っかかれたっていうああそうなんだ。衣装さんが。あとは。えあとはそうですね。ここも噛まれたかなっていう感じを。オッケーいるオッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきましたありがとうございます。さあというわけでたくさんエピソード伺ってまいりましたが改めて竹内さん竹内さんにとって 君舗かどんな作品でしょうか？出たその質問はい、難しいのきた。<laughs> ちょっとまずあのふみや君がね。ちょっと心配なんですけど、はい、本当はね。全員揃っているだったんですけど、あのうん、えー、あの僕らがずっとやってきたのは、サバイバルでもゾンビドラマでもないです。僕はここは自信を持って行っていいかなと。今回思ってます。あの壮大な愛の物語ラブストーリーです。うん。なんかこう無条件の愛とかまあ、家族とか。 やっぱり切っても切り離せない人間のすごく奥にある愛情みたいなものが、うん、そういう部分を見てくださった皆さんの奥の方にあるなんか最近出してなかったなみたいなすごく強い人間らしい部分を引き出せたらいいなと思っています、そんな映画になっていると思います、あのー、この冬、2024年明けて、まあ、いろんな状況が続いていますけど。うんうん、そうですね 自信を持って僕らは愛の物語をやりきったと言っていいんじゃないかなと思います、あの一人でも多くの方にの届けばいいなと思っています、えー、ぜひ最後まで楽しんでいってください、ありがとうございました。ありがとうございいます続いて堀田さん 急遽でありますが、はい、見どころや<あ>こんな思いなど熱いいい思などかかがででしょううそすね竹内さんが今「愛の物語」とおっしゃっていましたけれども本当にそそうですねその作品の中でこう一見悪者に見えてしまう人もその人なりの正義があったりするんですね。 なので1つに限らないなと思いますし私も本当に冒頭で愛と正義の話だというふうにお話ししたんですけれどもーんシーズン1からのたくさんの愛とそれぞれの正義が詰まった作品だなと思うのでうんゾンビアクションだけではなくいろんな彼ら、彼女たちを通してなんか伝わるメッセージというものがたくさんんあるんじゃなないいいかなという,ふうに思いますありがとうございます。はい 菅原監督改めてこの愛という言葉が非常にキーワードだと思うんですけれども、非常に先ほどのイベントを通して、チームの皆さんのチームワークだったり、愛というものも感じたんですが、改めて今作品にかける思いというのは、監督、いかがでしょ先ほど、武内さんからもありましたけど、まあ、ゾンビサバイバルというのはまあもちろんありつつ、個人的にはえそういった極限状態の中で、人間がどういったドラマを 作作っっててていいくののかというのを意識して作ってきたつもりです、えーまあ、僕もあの娘がいまして、えー、実はまあ今回初めて多分劇場で長編の映画を見るんですけどそれが今回の作品で本当に嬉しいなと思っております、えー、なのでだいぶ個人的な思い入れが入ってますけどもこういった気持ちは多分皆さんも持っているものだと思いますのでぜひ、えー、ゾンビの恐怖であったりホラーアクション だけでなく、えー、人間ドラマの方にも注目して、見ていて、見てもらえればなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、高橋さんも踊られるということですね。本当に、はい。大丈夫ですか。すみません、すみません、ちょっと汗がびちょびちょになっちゃって。<laughs> あ、よかった。<laughs> すみません。汗だったのね。汗がもう。そう、めっちゃったから。すみません、すみませんでした。すみませんでした。 倒れそうになったわけじゃないのねはい、あのもうびっちゃびちゃなっちゃってもうここまで今代謝がいいんだねはいよかった表明にちょっと汗を持ってかれましてすいませんしたすみませんでしたありがとうございますとんでもないですありがとうございますありがとうございますでは最後にですね登壇者を代表して竹内さんから俺ですか皆様に向けてふや君一言もらっていいえ今みんな言ったのはいすみませんでしたこの後見ていただくと思うんですけど本当に あっという間に終わる2時間、約2時間なので、ぜひ楽しんでください。もう言うことはないです、あの、<laughs> ゆっくり、えー、堪能していってください、今日うは本当にありがとうございました。